メンメルスドルフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク軍に属す、町村で、軍庁所在地バンベルクの東の市境に接して、一致している。バンベルク地方の多くの町と同様に、この町の正確な成立時期ははっきりとせず、王室領が置かれた900年頃をその起源としている。土着の修道院などがなかったため、 古い時代の伝承が残されなかったのである。1120年頃にはこの町は、マム、マモあるいは、メモと呼ばれていた。フランク語のマモからは、メメンストーフ、メミストーフ、メームストーフ、マンモネストーフといった地名が生まれ、現在のメンメルスドルフの名もこの言葉から生まれた。伝承に残る街道の名前から、この地域に古い交易路があったと推測される。 メンメルスドルフは、バンベルク司教本部領に属し、大官所が置かれていた。1803年の帝国代表者会議集を決議で、バイエルン領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令により現在の自治体が成立した。1953年まで、メンメルスドルフは、メンメルスドルフ地区と税法不条だけからなっていた。 1954年に、まず、多くの亡命者や国外追放者らが、リヒテナイヒエ居住区を創設し、数年のうちに、典型的な郊外の住宅地に成長した。市町村再編の動きはこの町に、大きな変化をもたらした。1972年に、それまで独立した自治体であった5つの町村がメンメルスドルフに、合併し、この町は旧地区からなる町となった。 この町は公式には10の地区からなる。大司教本部領時代のメンメルスドルフの印象は残されていない。バイエルン王国時代の自治体としての印も通常の官員である。1963年12月5日にバイエルン州内務省は以下の図柄の紋章を受理、承認した。左半分は金字で、その中央に黒いマントと黒い帽子を身につけ、右手に 銀の杖、左手に金の本を持った人物像。右半分は銀字で三つの峰の山上に金色の実をつけた多くの木。紋章と同時にメンメルスドルフの旗も制定された。黒金緑の三色のストライプで町章と共に用いられる。税法不祥税法不祥はかつてバンベルク市教君主の夏の離宮であり、狩りの館であった城。現在は バイエルン州文化財保護局の建物になっている。この建物は1686年にアントニオ・ペトリーニの設計に基づき建設された。特徴的な丸屋根の格闘を持つ4つの翼塔からなる構造で内部にはロタール・フランツ・フォン・シェン・ボルンの時代に作られたバロック庭園がある。この庭園は市教領主。 アダム・フリードリ・ヒグラーフ・フォン・ザインスハイムの指揮下、整備され、美しい庭園となった。400体を超えるフェルディナント・ティーツの砂岩彫刻が置かれていたが、世俗化後、わずかな作品を残して、産逸してしまった。ロココ庭園のかつての豪奢さは、大規模な修復を受けた、階段庭園の構造や城の西側にあるプロセルピナの豪奪や、 稲妻を飛ばすユピテルの群像から伺い知ることができる。また、城の西側のかつてオランジュリーであった建物に展示されたフェルディナント・ティーツの作品コレクションからもその庭園の具体的な様子の断片を知ることができる。オランジュリーの東側では復活祭から10月にかけてカフェレストランが営業している。西翼のかつての主教領主の社交室は アダム・フリードリヒ・フォン・ザインスハイムの時代に改修された。室内長度の白美は、ジュゼッペ・アッピアーニの天井画を持つ城の広間である。城の博物館は、4月1日から10月31日まで、月曜を除く毎日、9時から18時まで、開館している。11月1日から3月31日まで、博物館は閉鎖される。庭園は、 4月1日から10月31日までは7時から19時まで、11月1日から3月31日までは9時から日没まで見学できる。スポーツフェライン 1923EV はメンメルスドルフ最大のクラブで多くの種目を持つ。サッカー、ボーリング、バレーボール、チスなど多くの人が趣味を楽しんでいる。いくつかの種目で州リーグへの進出を果たしている。 メンメルスドルフはカーニバル愛好会でバイエルン州でよく知られている。このクラブが毎年メンメルスドルフ税ホーフホールで行っている発表会はバイエルンでもよく知られており人気が高い。MMC はメンメルスドルフ及びバンベルクでのカーニバルの仮想行列の主要メンバーとなっている。労働者の多くはバンベルクの企業やハルシュタットのミシュランへ働きに行っている。 メンメルスドルフにはたくさんの地元に密着した中小企業が存在している。その中でも大きな企業は建設関係の企業である。最も大きな会社は従業員数約150人のファ・ホーゼルである。メンメルスドルフには5つのビール醸造所がある。このうち2つはフランケン地方特有のラウフビールを生産している。メンメルスドルフは バンベルクの東 6km の周道2190号沿いに一致している。アウトバーン A70 や A73 にも便利である。この両アウトバーンのジャンクションの東 A73 上にバンベルクメンメルスドルフインターチェンジがある。このインターチェンジからリヒテンアイヒエ地区にアクセスできる。ここからメンメルスドルフ地区までは約 2km の距離である。この町の 全地区をバンベルクのシバスモがカバーしている。ありがとうございます。